こんにちは、スプレアートエデンのベラちゃんと梅ちゃんです。ヨーヘバメキシコに住んだことあるでしょ。はい。私も日本 に住んだことある。はい。なんかシックホームあったの。ホームシックね。ホームシックあ、メキシコに住んだ時。うん。ない。あったとしたら食べ物、日本食は世界でナンバーワンだからね。もう日本食だね、本当に。日本食以外海外ってミスするものはないね。辛いレベルだった。辛い。納豆食べたい。納豆高いし、ないし、生卵と納豆でご飯最高。それが、だから俺それ食べて、うん、インドで食べて入院しました。すごい。メキシコで食べて入院しました。インドマジヤバかった。日本人の友達が生卵を食ってたの、うん、え、ダメだよ食っちゃって俺言ったの。大丈夫、俺毎日食ってるよ。1ヶ月毎日食ってるっていうの、生卵。で、俺ももらっていいっつって食べたの。次の日入院。あの人は1ヶ月間生卵食べて何も問題なく、俺は1日1回1個の生卵食べただけで入院。はい、ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントシェアもよろしくお願いします。ナズベモス、アディオスアミゴ。